はい、すみません。ですね。じゃあまあ体重が9350だったんでね。はい。だからちょっと減っちゃってるんで、はい、まあ100と30食べさせましたね。はい、だから夕方でも少なめで、朝はちょっと多めでしました、ね。はい。で、おしっこしかしてないです。はい。はい、やっぱなんかちょっと静かだったんですよ。うん、連れてきて、うん、連れてきて、靴下取って。ということで、はい、であとね、おしっこ明日採血するから、その時のおしっこ出したいね、はい、ちょっと、ま、もう今日取ったんですよね。はい。そうするとまたですね、また出てきてるですね、吐き気が多くなってて、この間最近出てなかったんですよ。あ、これ、うん、この間のやつね。はい、はい、うん、最近が出てる。これが一番いかんのですよね。こいつが出るから白血球が多くなっちゃうと、うん、まあ、細胞成分は一緒ぐらいかな、はい、まあ、ちょっと多いっては多いけど、はい、尿塩中は腎臓悪いと出るんですけど、この間あんまりいなかったけど、今日はちょっと出てたかなと思います、はい、そう、めちゃくちゃ出てるわけじゃないですか、最近、はい、前のこと思えば、はい、たまにちょろっとちょろっと来てるけど、あんなさ、膀胱の中にいたらさ、あったかいからさ、増えちゃいますからね一日薬を休んでいると、その間に増殖しちゃう。まあ、なんて言いませんけどね。まあ、まあ、ちょっとまた。大きな声出るね。で、お父さんは大丈夫なの？うん、なんか昼に電話がかかってきて、まだ7度にいるぐらいある。じゃあ、まあ、はい、また様子見て教えてください。はい、ありがとうございました。